もううんざりね。毎日毎日この間のクリスティーナによるカオンギルドハウス襲撃事件の事後処理でてんやわんやよ。こっちも暇じゃないってのに勘弁してほしいわ。この調子じゃサレンディア救護員の通常業務にも支障をきたしちゃう。サレンディア救護員は子供たちの生活の場なのに、ほぼ唯一の戦力である私が連日の会議で暴殺されてて守りが手薄になってる。先日みたいにシャドウとかいう魔物っぽいものに襲撃されたら対処できない。心配だわ。こんなところで油を売ってる暇はないのに。とりあえずお父様に頼んで警護を派遣してもらったりはした。お父様ったら身内からもお金を取るのよね。こうつくばりなんだから。子供たちの安全をお金で買えるなら安いものだけど、このままじゃサレンディア救護員の経営が傾くわ。扶養家族も増えたし家計が火の車よ。顔色が優れないな、サレンちゃん。ちゃん付けはやめてください、ジュンさん。すまない、慣れ慣れしかったな。けれど私はサレンちゃん、サレンが幼児だった頃を知っているからな。どうしても子供扱いしてしまう。礼を失していたな、謝罪しよう。構いませんよ、ジュンさんには遊んでもらったこともありますしね。いつも舐められないようにって突っ張ってるのも結構疲れちゃいますし。お二人さん、お茶はいかがだす？ああ、給仕の真似事などさせて申し訳ない。非礼を詫びよう。ええんどす、おもてなしは好きやし。毎日毎日カンカンガクガクとやりおうてるから喉が痛うてな。うちがお茶を飲みたいんどす。いい人よね、カオンのギルドマスターマホさん。優しくって穏やかな平和主義者。平時ならお友達になりたいぐらいだけど、今は非常時。ううん、戦時よ。優しさは足かせになる。カオンは今回の件については被害者なのに、強気で交渉もできずに妥協案を飲まされている。見てられないぐらいだけど、私は第三者だしね。どっちかの陣営に肩入れしすぎるわけにもいかないし。お気遣いには感謝するが、お茶は結構。実際女子会をやっているわけではないからな。別に賄賂のつもりあらへんで。ああ、邪推、いや侮辱するつもりはない。見ての通り私は飲み物を口にできないんだ。ほら兜が邪魔だから。それ脱げばええんとちゃいますの？顔も見せへんのは失礼どす。え、いや素顔を見せられないのには事情があってな。決して真帆さんをカオンをビーストをないがしろにする意図はない。今回の騒動は我らナイトメアの副団長クリスティーナの独断専行、彼女が個人的に暴れてそちらに迷惑をかけたという構図だ。彼女には謹慎処分を言い渡し反省させている。それで手打ちにして今回の騒動については一件落着としたい。私もいい加減連日の会議に海疲れてしまった。まあクリスちゃんは全く反省していないだろうが、金というのは表向きでランドソルの外で蜜面を帯びて怪しげな行動をしているようだし。正式な謝罪もしてもらわれへんのは少し引っかかるわ。こっちには怪我した子もおるんよ。いつまた襲われるかって怯えて夜眠れへん子も。
すまない。我々ナイトメアが正式に非を認めて謝罪するわけにはいかない。我らは王家直属のギルドだ。国のすべてに頭を下げさせることになる。他国などに弱みを見せることになる。民にも不信感を抱かれる。王家は常に堂々と君臨していなくてはならない。個人的には申し訳ないと思っているがな。それに破壊されたクドハウスの修繕費用は損害賠償金としてクリスティーナが支払ったはずだ。怪我をした者への慰謝料もな。彼女ものすごいお金持ちだからな。簡単にポンと支払ってしまった。ううん、お金の問題とちゃいます。誠意の心の問題どっすえ。ふむ、クリスティーナの生首を切り取って献上すればあなたは満足してくれるのか。誰もそんな物騒なことは言うてへん。あんたら血生臭すぎるわ。そういう気風だからな、ナイトメアは。これは高度に政治的な問題だ。クリスティーナの個人的な暴走として片付けるのが互いのためだろう。それはそやけど、そんなんでみんな納得せえへんよ。うん、しんどいわ。でもうちが踏ん張らんとな。お金と簡単に片付けられてしもたら今回の件はそれで済むやろけど、根本的な解決をせえへんとまた同じことが繰り返されてまう。次また同じようなことがあったら今度こそ戦争になってまうかも。普通の人間とビーストの全面戦争に。そしたらもっと大量の血が流れることになってまうやん。カオンのみんなはうちがなだめとるけど、ビーストたち動物園全体は改善も辞さへんってムードやし、ビースト割と血の気が多いからな。嫌やわこんなん。なんとか穏便に済ませたいけど、起きてしもた出来事はなかったことにでけへん。戦争に向かう時勢をなんとか平和な方向へ導かんと、ランドソルで暮らすビーストたちは長い時間をかけて平和な生活を営めるようになってきたんどす。努力して嫌なことをいっぱい我慢して積み重ねてきた過去を、たった一度の返事で台無しにするわけにはいきまへん。そんなんご先祖様に申し訳が立たへんわ。でもそんな歴史的な大それた使命を、重荷を責任をうちが背負えるやろか。自分の家庭の事情からすら逃げてきたくせに。真帆さん、話は変わるけど、シャドウについての調査に進展はあった？え？ああ、うちのギルドのカスミハンが調べてありますえ。今んとこシャドウは街中でしか目撃されてへんみたいやから、よっぽど身の危険を覚えるなら街の外へ疎開するんがええと思うんやけど。それがいいかしら。うちの子供たちがかなり怯えててね。シャドウについての調査が進むまではどこか安全なところに避難させておくべきかも。よかったら疎開先紹介しまひょっか。うちのカオンと懇意にしてるエリザベスパークってギルドがあるんやけど、町から離れた山奥で
安全に平和に暮らしてはるから。そこのギルドマスターはヒューマンやけど、ビーストとも仲良うしてるし、中立の安全地帯やと思うんよ。なかなか良さそうね。お手間をかけちゃうけど紹介してくれる？シャドウについての調査もしてくれてるし、私あなたに恩義を感じるわ。真帆さんの意向には賛成だし、戦争はないしね。応援するわよ。待て待て、サレンディア救護員は中立の第三者じゃなかったのか、サレンちゃん。サレンディア救護員はプリンセスナイトの参加ギルドだし、立ち位置としてはそっち側よ。ビースト側に歩み寄ることでようやく公平になるってものでしょ。ああ言えばこういう、口が達者だな昔から。私は口下手だから羨ましいぞ。まあいい、平和を望むのは私も。丁寧に、誰もが穏やかに暮らせる未来を模索していこう。時間は無限ではないが、まだ多少は猶予があるからな。気軽に頼める相手もいませんしね。町で知り合いになった子は何人かいますけど、どうせまた忘れられるなら、これ以上は仲良くなっちゃダメですよね。お別れが辛くなるだけです。ん？そこの茂みが動いたような。ラッキー！動物か魔物なら買って食材にできます。天からのお恵みってやつですね。私運命に愛されてる。わーい、いただきます。おっと、あれ、おいっす。よく会いますね。元気ですか？あ、ごめんごめん、うっかり切りつけちゃいましたね。どうして茂みの中を歩いてたんです？落とし物ですか？一緒に探してあげましょうか。ふむふむ、ちょっと山奥に用事があるんですね。魔物に見つかったら面倒だからってこっそり茂みに身を隠しながら歩いていたと。忍者みたいですね。忍者知りません？大昔にそういう特殊技能兵がいたらしいですよ。まあおとぎ話ですけどね。ともかくどういう事情か分かりませんけど、一人旅は危ないですよ。近頃本当以上に魔物が増えてますから。もうちょっと歩くことに襲われちゃいます。ふらふら街の外を出歩いたら命がいくつあっても足りませんよ。あなたって弱っち。ああいや、可愛い感じなんですからね、死んじゃいますよ。よかったら途中まで一緒に行きましょう。護衛してあげますよ。その代わり食料を分けてください。うー、私またお腹ペコペコ状態なんです。ん？ビスケットをくれるんですか？ありがとうございます。このご恩は忘れません。恋してもいいですか？うんうん、うまーい。
なたはいつでも私を助けてくれますね。チューしてもいいですか？え？何が当然なんですか？チューするのがですか？ああ、助けるのが当然ってことですね。仲間っていいものですよね。嬉しいです。私ずっと一人だったから、あなたたちとお友達になれて最高にハッピーです。それはさておき、そちらの事情を説明してくれます？ふんふん。あなたは山奥にあるエリザベスパークっていうところに向かって。牧場、美味しいものがいっぱいありそう。あなたが寝泊まりしてるサレンディア救護員がシャドウというのに襲われたりして危ないから、一時的に子供たちを疎開させるつもりなんですね。とはいえ、いきなり押しかけても先方に迷惑だからって、あなたが代表としてまずご挨拶に伺うと。あなたはエリザベスパークの人たちとは顔見知りだからって。なるほど、そのためにあなたは一人で行動してるんですね。サレンディア救護員からエリザベスパークへの使者として、先方と顔見知りなら交渉もしやすいでしょうしね。そういうお仕事っていうか使命のために単独行動してるんですね。お疲れ様です。いい子。ごめんなさい、気軽に頭を撫でちゃって。私スキンシップが過剰なんですかね。ずっと一人で行動してたから人恋しかったんですよ。ん？私は何をしてたのかって？私はね、ちょっと特殊なお家の事情があって、全国行脚っていうか武者修行の旅をしてるんですよ。あちこち巡って人助けをしたり、民を困らせている悪い魔物をやっつけたりしてるんです。うちの家系はそういう武者修行をしないと一人前だって認めてもらえないんですよね。めんどくさいお家柄なんですよ。伝統とか掟とかが多くって苦労しちゃいます。でもまあ親は、生まれる家は選べませんからね。仕方ないことです。全国を巡れるので、いろんな地域の美味しいものとか食べ歩きできますしね。なかなか楽しいですよ。一人旅なので寂しくはあるんですけど、初めてあなたと出会った時も武者修行の結果を報告するために私の実家があるランドソルへ向かってたんですよ。はい。でもどうもまだ武者修行が足りないみたいで、お家から叩き出されちゃったんで、またしばらくは全国を巡るつもりです。もう少しランドソルに滞在してもよかったんですけどね。あなたやコッコロちゃん、ケルちゃん、仲良くなったことを遠ざかるのは寂しいですし、でもこれが私の宿命ですから仕方ないことです。根性の別れってわけでもありませんしね。一人前だって認められたらランドソルでずっと暮らせますし。そういえばあなたっていつもコッコロちゃんと一緒にいた気がしますけど、今日は別行動をしてるんですか？何か気になることがあるからってコッコロちゃんは神殿にこもってるんですね。なぜ神殿に？あの子ってシャーマンらしいですし、神様と交信でもしてるんでしょうか？ねへへ、私の方は当てどない旅をしています。特に具体的な目的地はありませんから、よかったらあなたを護衛しますよ。うん、目的地まで無事に送り届けてあげちゃいます。ご迷惑でなければ。これも人助けですし、旅は道連れ世は情けって言いますしね。あなたのことが心配です。ちゃんと無事にお家まで返してあげたいです。帰れるところがあるっていうのはありがたいことですからね。あんた
ここね。ちょうどよかった。助けて。知り合いですか？うん、エリザベスパークでよく顔を合わせる子で、名前はリンちゃん。どうしたんでしょうね。ただならぬ様子ですけど。助けてって言ってますし、気な臭い感じ。非常事態みたいですね。あなたも警戒しといてください。どう？私のそばから離れちゃダメですよ。全力全開コマギプリンセスト。おっ、これは一体何事ですか？視界いっぱいを魔物が埋め尽くしてる感じですね。私にとっては珍しい事態じゃありませんけど、ちょっと魔物の量が桁外れですよね。一応確認しておきますけど、このエリザベスパークとやらでは魔物を飼育してたりするんですか？してないよ。普通の動物とかだけ。ただの牧場だよ。何匹かは魔物も飼ってるけどさ、基本的には普通の牧場。まあ、なんでこんなことに。昨日まではいつも通りだったのに。私今日も寝坊しちゃって、昼頃になって起きてきたらこんな状況で、わけわかんなくて。リマが助けを呼んできてって言うから、大急ぎで山を降りてあんたたちに会ったんだよ。他のみんなはまだ牧場の中に取り残されてる。助けて、お願い、何でもするから。ほら、とっておきのどんぐりをあげるから。ああ、どんぐり美味しいですよね。最近のは特に品種改良されてますから。まあ落ち着いてください。なんとかしてあげます。あなたはリンちゃんと知り合いなんですよね？そうですか。じゃあこの子を守りながら、大急ぎでランドソルまで救援を呼びに行ってください。私は牧場に取り残されてる人たちを救出します。さすがに魔物が多すぎるからちょっと大変ですけど、まあなんとかなるでしょう。私も戦う。もともとエリザベスパークの警備は私の役目だから。なのに私怠けて遊んでばかりで、今日だってのんきに寝ちゃってて。エリザベスパークのみんなにはお世話になってるのに。みんな無事だよね？死んじゃってないよね？どうでしょう、無事であることを祈りたいですけど、いかんせん周りが魔物だらけなので視界が不明瞭ですよね。何もかもしっちゃかめっちゃかです。お、何ですか？あなたも戦いたいんですか？エリザベスパークのみんなが心配だからって。弱っちいくせに。まあ女の子にばかり戦わせて尻尾を巻いて逃げちゃうのは男がスタるってもんでしょうかね。それにこうも魔物が大量にうごめいてると脱出するのも難しそうですしね。二人とも私のそばにいた方が安全かもしれません。離れないようについてきてください。ちょっと派手に暴れますからね。巻き添えを食わないように注意してくださいね。
あんた、なんかすごい人り合いなんだね。おっと、私も気抜けないな。本当に全方位、魔物だらけだもん。お？りんちゃん、りんちゃん、向こうの方で煙が上がったの見えました？あそこって何があるんです？あそこには厩舎が。おかしな色の煙だし、何かの合図かも。なんだっけ、カオンの講習で信号弾とかの種類について教わるな。あ、確か救難信号だ。あそこで誰かが助けを求めてるっぽい。了解です。じゃあとりあえず煙が上がった場所を目指して直進しますよ。1、2の3、はい、レッツゴー。くそ、制御できない。どうして、ちくしょう、こんなつもりじゃなかったのに。うまくいかないわね、陛下に怒られる。いや、またお仕置きされるのは嫌。ディアナじゃなくて、ペコリーナとあいつが牧場に踏み込んでから魔物を暴れさせるつもりだったのに、その前にこっちの制御を離れて魔物たちが暴走しちゃったわ。私の命令も聞かずに好き放題に暴れ回ってる。ダメよ、ペコリーナはともかく、あいつはまだ生かしておけって言われてるのに。ペコリーヌだってなるべく生かして捕らえろって。殺しちゃダメなのに魔物たちが全然言うことを聞かない。このままじゃあいつたち死んじゃうわ。多勢に無勢よ、いくらペコリーヌが強いって言っても限界はある。王家の装備は燃費が悪すぎるし、いつかカロリーを消費しきって疲れきって倒れる、そして死ぬ。魔物は100匹や200匹って数じゃないのよ。たった数人で対処できるわけがないわ。あいつらは犬、踏みつぶされて引きちぎられて散らかされて死ぬ。分かってたことじゃない、こんなのは。いつの日かこうなるって。なのにどうして胸が苦しいの。私は心のないお人形さんのはずなのに。陛下、私はやっぱり出来損ないの欠陥品なの。こりゃあ。はい、到着。どうにか救援信号が上がってた地点にたどり着きましたよ。傷一つありませんよ。これでもなかなか頑丈にできてるんです。気遣ってくれてありがとう。おっと、気抜いちゃダメですね。助けを求めてた人どこですか。救助に来ましたよ。あ、な、何、あなた誰。魔物ですか。でも人間の言葉を喋りましたよね。基本的に魔物ってほとんどが賃貸を返さないはずなのに。失礼ね、魔物じゃないわよ。誤解されちゃうのも仕方ないけどね。これでも心は人間のつもりよ。リマ、無事だったの？よかった。あら、リンちゃん、助けを呼びに行ったんじゃなかったの？ずいぶん戻ってくるのが早かったわね。うん、山道の途中でこいつに会えたから。あそこの派手な人も味方、私たちを助けに来てくれたんだよ。そうなの？あら、本当に？やっほー。あなたって
やたら顔が広いですよね。先ほどは失礼なことを言ってすみません。エリザベスパークの方ですか？うん、単なる居候だけどね。私、みんなをまとめてこの厩舎に逃げ込んだのよ。突然のことだったし、牧場の敷地内から脱出するのは難しくて、私だけ寝坊して宿泊所にいたから、厩舎に向かってた豆に耐えることもなくて逃げられたんだよね。うん、リンちゃんだけでも逃げ延びてほしいって思ったんだけど、戻ってきちゃったのね。リンちゃん変な子ね。いつも面倒なお仕事とかからは逃げ回ってるくせに。私、逃げちゃいけない時ぐらいわきまえてる。エリザベスパークのみんなは家族だもん。置き去りになんかしたくないよ。家族ですか。それは大事ですね。命がけで守らないと。私が派手に暴れておとりになりますので、その間に皆さんは避難してください。私、なぜか魔物に狙われやすいので、私が引きつければどうにか皆さんが逃げる隙ぐらいはできるはずです。でもそんな、あなたが危険すぎるわ。死んじゃうわよ。民を守るために命を捧げるのが本来私たちの役目ですからね。生存者はここにいるので全員ですか？逃げ遅れた人とかいます？あれ、マヒルとシオリンがいない。うん、マヒルちゃんはこの牧場で飼育されてる牛さんとか羊さんとかが心配だからって牧草地の方へ向かったの。あの子にとっては動物さんも家族だから。しおりちゃんは何か思い詰めた様子で魔物の群れの中に突っ込んでいっちゃったわ。牧場の平和を守るのが自分の使命だからって。違うよ、それ本来は私の役目でしょ。しおりんは私がサボりがちだから見かねて手伝ってくれてただけなのに。真面目だからね、しおりちゃんは。それにあの子は魔物の赤ちゃんを拾って育ててたじゃない。ニャットって名前をつけて。今回魔物の群れが牧場を襲ったのは、魔物がそのニャットを取り返しに来たんじゃないかって思ったみたい。それなら自分の責任だからってニャットを抱えて魔物の群れの方へ向かっちゃったの。ニャットを引き渡せば魔物は目的を果たして帰るかもって。いや、ニャットは関係ないと思うけどな。襲ってきてる魔物、種族とかバラバラだし、何かを探してるっていうより目的もなく暴れ回ってる感じ。うんうん、リンリンの言う通りだべ。魔物だず、とにかく手当たり次第にぶっ壊して回ってるだけっぽいな。上手に回避すればそこまで危険じゃないべさ。おお、マヒル、よかったよかった、生きてたんだ。動物たちやリンリンたちを置いて死なねえど。動物たずはとりあえず死ぬよりやろうと思って山道に向かって話してきた。運が良ければ逃げ延びて近所の集落とかに保護されるべ。全部片付いたら探して無事に回収する必要があるけども、まあオラの牧場の動物たちは健康で頑丈だべ。魔物なんかにやられたりしないべさ。どうも正気を失って暴れてるのは魔物だけみたいだしな。動物たちはオラの言うことをちゃんと聞いたし、みんなお利口さんにして避難してくれたはずだぞ。あとはリンリンたちが逃げ延びられたら一安心だべ。牧場の建物とかは壊されちまったけど、まあ命あってのものだねだべな。シオシオもほれちゃんと無事だべ。
危なっかしいことに魔物の群れの中に倒れててな。オラが気づいて運んでやらなきゃ踏みつぶされてたぞ。あ、しおりん、このバカ、あんまり無茶しないでよ。ごめんなさい、心配かけちゃいましたね。でも私は病弱で、いつ死ぬかわからないから、私が死ぬ気でみんなを守って生き延びさせられたら、私にも生まれてきた価値があるかなって。もう二度とそんなバカなことを考えちゃダメよ、しおりちゃん。そんな風に自分を犠牲にしなくても、エリザベスパークのみんなは全員しおりちゃんに生まれてきた価値があるって思ってるわよ。はい、ごめんなさい。リマさん、マヒルさん、リンちゃん、みんな。うん、でもまあお説教は後回しね。とりあえずさっさと避難しましょう。はい、それなら逃げやすそうな方角ぐらいはわかります。私案内しますよ。どうも魔物は山中のある地点を中心にして暴れ回ってるみたいですから、そこから離れれば離れるほど安全になると思います。横からすみません、そのある地点ってどの辺です？どうも魔物たちの動きが不自然ですし、魔法とかで誰かにいる可能性があります。そしたらその魔物を操ってる何者かは当然魔力の流れとかの中心にいるはずです。怪しいとしたらその山中のある地点です。魔物が単に操られてるだけなら術者を倒せば一件落着です。私そこに突撃して術者を仕留めますよ。魔物をみんなやっつけるよりはその方が簡単そうです。私がそっちに向かっちゃうと皆さんの守りが手薄になっちゃいますけどね。大丈夫、逃げるぐらいのことは私たちにもできる。私はともかくリマやマヒルやシオリンは強いから。リンちゃんも強い人。逃げてもよかったのに戻ってきてくれたもの。うむ、あなたはエリザベスパークのみんなと一緒に避難してくださいね。私は暴れて敵を引きつけつつ魔物を操ってるらしい何者かをやっつけてきます。あなたと初めて会った時もそうでしたけど、こういうのって私にとっては珍しくないんですよ。大量の魔物に襲われることって根本的な解決をしないといつまでも同じことの繰り返しですしね。この辺で華麗に片付けておきたいところです。白雪姫みたいなおとぎ話のお姫様じゃあるまいし、命を狙われるのにはこりごりですから、もっと呑気にのほほんと美味しいものを食べたりして平和に過ごしたいです。それに私、倒した魔物はちゃんと食べることにしてますからね。こんなに毎日毎日執拗に襲われて、その度に魔物を倒して食べてたらさすがの私も胃もたれしちゃいますよ。うん、じゃあそんな方向で行くべか。あんちゃんはともかく、そっちの子は誰だかわかんないんだけども、自己紹介とかはまた後でな。善は急げだ、早速行動すんべ。いっせーのーせって飛び出すぞ。オラについてこい。牧場はオラの庭みたいなもんだ。地面のどこがへこんでるかまで熟知してる。ほら行くぞ、いっせーのーせ。ほら行くぞ、いっせーのーせ。リンちゃん危ない！ああ！
弁護します。マヒルさん、一人だって死なせません。しおりちゃん、私の背中に乗って。もうフラフラしてるじゃないの。あ、リンちゃんは自分で歩いてね。まあいいけど、たまには私も本気を出さなきゃね。やば、ペコリーノがこっちに来る。エリザベスパークの連中としたみたいだけど、その中に目のいい、あるいは勘のいいやつがいるみたい。こっちの居場所がバレてる。多分ここに誰かがいて、そいつが魔物を操ってるのかもみたいな疑いを抱かれてる程度だろうけど。まずい、私は魔物の操作のために魔力と体力を使い切ってる。ペコリーノを正面から迎え撃つのはさすがに無理。それにあいつとは顔を合わせづらいわ。あいつバカだもん。見ず知らずの赤の他人の私に、お友達みたいにさ、ギャルちゃんって呼んで懐いてきてさ、ことあるごとに抱きついて慣れ慣れしく喋りかけてきて、毎日毎晩一緒に食卓を囲んだわよね。バカ話で盛り上がって笑い合って、美味しい料理に舌鼓打って。あいつはいつでもキラキラした無邪気な笑顔を浮かべていたのに、私が自分の命を狙ってた悪党だって知ったら、あいつ泣くかな、怒るのかな。さすがに笑えはしないわよね。あいつから笑顔を奪うのは嫌だわ。何もかも全部奪い尽くされたあいつが、それでも失わずに大事に抱えていた輝きを私がむしり取るの。そんな残酷なことできるわけないじゃない。お困りのようだな、お嬢ちゃん。あ、クリスティーナ。おや、呼び捨てか。いいぞいいぞ、反抗的だな。いつもクリスティーナ様とかインギンブレーでさ、つまらんやつだなと思っていたんだ。ここで何をしてんのよ、陛下の差し金かしら。正解とも不正解とも言える。貴様の方とは別件でな、陛下に頼まれ事をされたのさ。私は先日やらかしたせいでランドソルには居づらいしな、だから町の外で特殊任務に従事している。今回は秘密結社ラビリンスとやらの本拠地が判明したようだから、ちょちょいと叩き潰しに行くことになってる。ついでに貴様の様子を見てこいとも言われているがな、どうも陛下は貴様の能力あるいは忠誠心に疑いを抱いているようだな。でなければ信頼して全てを任せるはずだ。様子を見てこいなんて言わないものな。私はちゃんとやってるわ、陛下の言う通りにしてるじゃない。そうか、迷子になって泣きべそをかいてるように見えたぞ。まだまだガキンチョだな、悪役のうまみを知らんと見える。私にはあんたとおしゃべりしてる暇なんてないの。邪魔しないで、ちゃんとするから。陛下にもそう伝えてよ、どっか行って。目障りよクリスティーナ。ヒステリーは起こすな、そういう女はモテないぞ。なあキャルだったか、一旦冷静になれ。
取引をしないか。取引？ああ、私が貴様の仕事を手伝ってやる。具体的に言うと、今ここに迫ってきたあのお嬢ちゃんのとを任されてやろう。華麗に生け捕りにしてやるよ。殺してやってもいいぞ。あれもなかなかの使い手のようだが、まあ私の敵ではないからな。簡単な仕事だ。貴様はその間は茂みにでも隠れていればいい。ありがたい提案だわ。でも取引ってことはそっちにも要求があるのよね。一体何が欲しいの？金？あ、私が欲しいのは情報だ。この現代ではそれが最も価値のあるお宝だからな。私が把握できていない陛下や貴様などが知っている事実をいくつか教えてほしい。私に陛下を裏切るっていうの？そうは言っていない。あくまでも喋れる範囲で教えてくれるだけで構わないさ。どうせこんなものは退屈な人生における暇つぶしだ。陛下はどうも何か隠し事をしているようだしな。大事なことを共有してくれない相手のために命を張るのもバカバカしいだろ。私は納得して戦いたい。刹那的な快楽に身を浸すのも好みではあるけれど、時間は、人生は有限だ。それはこの世における数少ない絶対的な真理の一つだろう。無価値なことに貴重な人生の時間を割きたくないんだよ。だからまあ釈然としない部分をいくらか明確にしておきたい。誰かの手駒になるのはごめんだからな。私の人生はそれがどれだけ退屈で味気なくてもやはり私だけのものさ。あんた単なる快楽殺人者かと思ったら随分こじえが回るのね。そうとも、私は快楽の奴隷だけれど他人の奴隷にはなりたくない。それだけのことさ、お嬢ちゃん。さあどうする？早くしないと時間切れになってしまうぞ。決断せずに後悔するより何かを選び取って後悔した方が有意義だ。これは老婆神からの忠告だよ。分かったわ。取引成立。あんたの提示した条件飲んであげる。私はその辺に隠れてるから、接近してきているティアナへの対処はあんたに任せるわ。一応言っておくけど、殺すんじゃねえわよ。ティアナ？ははん、そういうことか。その名前を知れただけで剣を振るうには十分な報酬になる。なるほどね。楽しいな人生は。でっかいお世話よ。じゃあね、あとは任せたから。私だって人生を満喫したいわよ。美味しいものを食べて、仲良しの友達とおしゃべりして笑い合ってさ。だけど私の人生は私のものじゃないのよ。
城の玉座に鎮座するのは王女ユースティアナ。彼女が描く最悪の結末のために極大魔法が天空を貫く。次回プリンセスコネクトリダイブ第5章、集結セブンクラウンズ。もう一度君とつながる物語。久しぶり、君に渡したいものがあるんだよね。はい、お疲れ様。本当に疲れた顔してるわね。仕方ないけどさ、あんた山登りをしたんだもんね。でもあんたはランドソルでの生活費を稼ぐために山奥の牧場まで郵便物を運んだりするアルバイトをしてるのよ。そんな経緯でエリザベスパークのみんなとも出会ったわけだけど、その辺覚えてないなら記憶をひっくり返してみてね。ともあれ、まあそれで散々登山して足腰は鍛えられてるんじゃない。あんたも強く成長してる感じよ。今回もペコリーヌちゃんとかの補佐をしっかりやってたしさ。でもまあ今回の出来事は本当に災害みたいなもんだしね。建物は焼かれ、土地は踏み荒らされ、たくさんの血が流れて悲鳴が響き渡った。普段のほほんとしてる牧場のみんなだからこそ、なかなか見ていて痛ましかったわよね。できれば早めにみんなには平和を取り戻してほしいわ。そのための復興支援みたいなのが今後のあんたたちの目的の一つになるから、あの子たちが笑顔を取り戻せるように頑張ってね。さてと、ここから先の話は今伝えるべきかどうか悩むけど、この対話は夢みたいなものだし、あんたもほとんど記憶に留められないから、いや言っちゃおう。どうせそのうちあんたたちが向き合うべき問題だしね。今回あんたはペコリーヌちゃんと一緒に牧場へ向かったわよね。あの子のことどう思う？変な子よね。あんたとは美食伝っていうギルドを組んで仲良くしてるはずだけど、これも何を言ってるかわからないならざっと記憶をひっくり返してみてね。ペコリーヌちゃんは基本的には明るくて素直ないい子だけど、いくつもの謎を抱えてるわ。言葉の節々にたまに意味深なものが混じってるわよね。あの子はね、とても重たい宿命を抱えてるの。そしてそのために恐ろしい存在から命を狙われてる。あの子と出会った時も今回もやたら魔物が大暴れしてたでしょ。あれはペコリーヌちゃんの命を狙う何者かによる攻撃よ。あの子は日夜同じように魔物に襲われて命の危機に見舞われてるの。それでも笑顔で他人を気遣ったりするんだから、本当お姫様みたいな子よね。それよりもここで問題なのはペコリーヌちゃんの命を狙っている張本人、陛下なんて呼ばれる人物の配下にキャルちゃんがいることよ。あんたの知ってるあのキャルちゃんよ。あんたやペコリーヌちゃん、コッコロちゃんと一緒に美食伝として楽しい日常を過ごしてる仲間の一人。あの子は陛下と呼ばれる人物に特殊な能力を付加されて魔物を操れるようになってるの。まだその能力を上手に扱えずに失敗ばっかりみたいだけど、そんなキャルちゃんの行動目的の一つはどうやらペコリーヌちゃんの暗殺みたい。道を歩いてたら魔物に襲われて殺されたって形なら事故として処理できるしね。まあ実際その魔物はキャルちゃんが操ってるんだけど、そういう陰謀のために暗殺未遂を繰り返してるの。もちろんキャルちゃん本人の意思じゃなくて陛下とやらに命じられてやってることだけど、あの二人はそういう関係なのよ。命を狙う側と狙われる側、被害者と加害者なのよ。だからこそあんたたちが仲良くなればなるほど後々の展開がしんどくなるわ。今回だってキャルちゃんはペコリーヌちゃんを暗殺しようとしたけど、ものすごく葛藤して苦しんでた。
あの子も普通のいい子だもの。毎日のように食卓を囲んで親しくなった友達を手にかけたくないの。でもあの子は陛下には逆らえないみたいだから、このままじゃ悲劇になるわ。だからあの子たちの一番近くにいるあんたが気をつけて見ていてあげて、そしてできれば悲しい結末に至らないように努めるのよ。それはあの子たちの友達、家族みたいななったあんたにしかできないのよ。まあかなり難しいだろうけど、頑張ってね。応援してる。十分に気をつけて。陛下とやらはどうも我慢強くはないみたいで、そろそろ失敗続きの部下に任せず自分と思うから。あ、かつて世界を滅ぼしかけた邪悪な存在よ。簡単にやっつけちゃえなんて言えない。せめて生き延びてねって祈ることしかできない。あんたが生きてる限り希望は残るから。